ときもちセカンドです。今日はね、韓国で人気のチョコパイ OS ですね。なんか四角い形が特徴のチョコパイなんですけど、これのビッグ版が出たので食べてみたいと思います。しかもね、ビッグでチョコバナナ味だそうです。あ、違う、バナナ&チョコクリーム、まあ一緒ですねバナナ&チョコクリームのやつですね。ビッグ版、いつもよりもサイズが大きいそうです。でね、これまあ箱自体が大きいんじゃなくって、このチョコパイ自体がね、サイズがでっかいそうなんですよ。この目覚ましが鳴った。目覚まし、今起きる予定だったのか、遅すぎる。はい、これね、あの箱のサイズ自体はあのこれ4個入りなんですけど、これで4個入り、めっちゃでかい。これいつものこのサイズだったら12個入りは言わないか、8個入りぐらいはいけるんじゃないかな。1,2,3,4,5,6,7,8、 8個はいけるよな。え、どんだけでかいの、すごい期待大ですけど。はい、これでね4個入りだそうです。で、これよりもね、もっとあの大きい、いっぱい入ったサイズもあります。で、これね、実はセットでね、ついてました。こんな感じで、あの透明テープに留められて、韓国よくあるんですよ。あのスーパー行くとおまけでね、こういうちっちゃいのがついてたり、もしくはあの同じサイズのが2個あったりとか、結構ね、あのよくサービスみたいな感じでついてて、でこれまだね、ここにこのペッテープがついてて、こうペタッとつけられてたんですけど、これいつものね、普通サイズのやつがこれですね。これはまあ2個入りなんですけど、いつものサイズのやつが入ってます。で、後ろもね、こう今はね、ちょっとクリスマス版というか冬バージョンで可愛い感じになって、テープのせいで破れてるんですけど、後ろのパッケージもすごい可愛いです。で、このね、 OS 食べたいと思います。なんか韓国のチョコパイって人気なのだと、あのオリオンの城とかモンシェルとか OS とか、まあいろいろとあるんですね。ロッテのやつとかあるんですけど、私は個人的に OS とモンシェルが好きなんですよ。これともう一個、モンシェルは丸いやつですね。あれがすごい好きで、まあ、よく食べるんですけど、その今回は OS ですよ。でっか、これはでかいわ。ちょっとこっち見せておか、先に。あ、テープついてんのか、もう破るしかない。箱がめちゃくちゃだ。これ箱がめちゃくちゃにならないテープ欲しいな。そしたらあの友達とかにお土産でちっちゃい方とかでも簡単に渡せるのに、ケチっていうねこんな時にケチな話をするっていう。はい、このサイズのさ、あ、もう説明いらないわ、全然違う。こっちがいつものサイズのチョコパイ OS ですね。で、こっちが今回出たビッグ版。もう遠近法取ってないですよ。はい、ちょうどこれぐらいでっかいです。なんかすごいな、巨大チョコパイ開けてる感じが。うわ、分厚い。え、これ見て、これうわ、もうこれ全然違うわ。なんかむしろこっちが普通サイズで、こっちがちっちゃく見える。なんかミニ出たのかなって感じミニじゃないですよ、これがいつものサイズ。でも確かに食べてるのこれだもん。めっちゃサイズ違う。これはかなりの差があると思います。ちょっと分厚さもね、高さもこんな感じで。はい、じゃあ食べてみます。まずね、ちっちゃいのから。ちっちゃいのって言ったけど、よく考えたらこれちっちゃいのじゃない、普通サイズ、うん、こんな感じになってます。割った部分です、手で割った部分です。うん、安定に美味しい。で、はい、こっちはね、まあバナナ&チョコクリームなんで、いつもと味も違うんですね。クリームの量がすごい。ちょっとこれ割って見せたい。こっち割ります。はい、こんな感じでバナナとチョコのね、2層になって、間にスポンジもまた挟まっていつもよりも層が、あとバナナクリームの量がね、思った以上にたっぷり入って美味しいです。うん、周りの板チョコがね、結構分厚い。うん、うん、食
べ応えがすごい、めちゃくちゃ美味しい、すごい美味しかったです。やっぱ OS がまず美味しいのと、あとチョコバナナはやっぱ間違いない組み合わせで、うん、美味しかったですね。クリームがたっぷり入ってるのも良かったし、断然ちっちゃいのよりも食べ応えも量ももちろんあるし、なんかクリームが多くて周りのね板チョコの部分が分厚い分ちょっと豪華な感じ、いつもよりも美味しさ倍増してたと思います。これ結構いいですね、このサイズ。まあでも軽くちょっと食べたいって時にはかなりでっかいかなっていうので、まあそこはね、まあ、あのサイズ好きな方を選ぶといいと思うんですけど、個人的にはこのでっかい方で食べた方が私は美味しかったです。ちょっと外のねチョコが分厚い分ちょっとパリッとした食感もありますし、美味しい。またバナナとチョコでね安定できてるのがまた上手だなって思います。ビッグの方にねちょっと終点を当てて、さらに美味しさをね増しさせたみたいな、なんか日本語合ってんのかな、最近ね日本語がちょっと危うい、最近どころじゃないと思うんですけど、動画を始めてずっとだと思うんですけど、韓国に来て日本語が本当に危うくなってきた。韓国語も下手なのにどうすんのやばいですよね、韓国語も下手なのに。ちょっと、うん、まあそれは置いといて、とりあえず美味しかったです。これはねまた見つけてお土産に買うのいいかもしれない。でも買うんだったらこのちっちゃいサイズ、まあセットになってるからねついてる場合もあるんですけど、まあ、スーパーによっては多分色々だと思うんでね、せっかくなんでちょっとこれ一緒に買って比較して食べるのが面白いかも。本当はこのサイズなんだよとか言うと大きさのね感動が大きいじゃないですか。なかった気になる方チェックしてみてください。以上、韓国の、OS のチョコバナナビッグ版でした。